はじめまして。映画ペテロの帰り道で主演の水香役を務めさせていただきました吉田あかりです。主演ということに関していかがでした？初の主演で初のお芝居の挑戦で、やっぱ最終役をいただいた時はただただ浮かれてたんですよ。やったー、私女優デビューだーって、映画だーって。めちゃくちゃ浮かれてるじゃないですか。めちゃめちゃ浮かれてました。本当、現場入る数日前にマネージャーさん経由で監督からその直筆のお手紙をいただいて、女優としての吉田あかりを選んだから、その女優としての力を貸してほしいっていうお言葉をいただいて、私を選んだっていう言葉がすごく嬉しくって、やっぱ誰にでもできるものじゃなくって、あなたのもの、あなたの役っていうものをいただいたもの、私じゃなきゃできないものっていうのが初めてだったので、その瞬間にすごく実感とプラスしてとんでもないプレッシャーと不安を抱えて、そっからリハで監督にずっとお芝居を一からお指導してもらって、もうがむしゃらでした。もう必死で。最初脚本読まれた時のご感想とかっていかがでした？本当に不思議で、ファンタジーなのかおじさんは何なのかで、みずかちゃんは一体何を考えているのかっていうすごい不思議な感想でした。だけどやっぱ演じるにあたって、やっぱみずかちゃんと私でやっぱ等身大で同じ年齢で、似ている部分も似ていない部分もあるんですよ。でやっぱ似ている部分ですと、やっぱその年相応な、まあ、将来についてとか、なんか自分はどうしていこうとか、そういう悩みとかはすごい似ていたんですけど、根本的な性格で言いますと、みずかちゃんは結構引きこもりがちで自分を閉じ込めがちなところがあって、で私は結構社交的で結構人と会いたいタイプなので、その違いが見えて新しい気持ちで新鮮に演じることができました。私ならこうするけど、みずかちゃんなら違うこうするであろうっていう。大変だったことってありましたか？作中に焼きうどんを食べるシーンがあるんですよ。で監督も本当普通に食べていいよっておっしゃってたので、そのお店の七味はその缶の上にちっちゃい穴が開いて入れるタイプだったんですよ。でも私それは蓋だと勘違いして、カメラ回ってる最中に蓋外してほとんど全部ドバーンって七味を入れてしまって、ハッとしました。はっみたいな、来たみたいな。でもまあ必死に食べました。見どころです。ある意味見どころです。すごく緊張感っていうか、もう現場すごいずっと和気あいあいとして、小林の皆さんにも本当たくさん支えてもらって、すごい楽しい現場だったんですよ。撮影が始まる前はちゃんと本当心地の良い緊張感があって、多少アドリブありつつ台本通りでやっていました。やっぱり思ったのが、ここでやんなきゃなんかもったいない気持ちがして、カットかかった後、ああやっぱこうすればよかったって思っても、監督がその絵でいいって言ったらそうなるじゃないですか。だからその自分ができる 100% よりも 120% やってみたいって思って、すごいもうこれで失敗したらめちゃめちゃ怖いけど、いろいろ仕掛けてみました。どういう道を進んでいきたいみたいなのってありますか？今後はそのもうこの作品を通してすごいお芝居が楽しくって、私以外の人になれることって普通に生きてたらそうそうないじゃないですか。ないですね。ないですよね。なんでその経験をもっとしたいと思って、今後はもっと何を考えているのかわからない役とか、逆に本当非現実的でなんかちょっと超能力が使える役とかもやってみたいです。将来はそうですね、カメレオン俳優女優みたいに何でもこなせるけれども、唯一無二な私の存在感を残せるような個性的な女優さんになりたいなと思ってます。この作品は17歳の少女みずかちゃんが神様をはじめいろんな人々と出会って、の人として成長していけるストーリーになっていますって。やっぱこのご時世ですと人と会う、人と出会うってことはなかなか難しいんですが、この作品を見て、この作品を通してなんか人と人とのつながりやその温かみを感じていただけたらいいなと思っています。ぜひ劇場でご覧ください。よろしくお願いします。